皆さんこんにちは。ミドリクは戸笠というところが来ました。 G です。ミドリクには戦がたくさんあったと言われています。そういう地名もたくさん残っているので、その当時の人たちは何を持って戦ったのか、何を守るために戦ったのか、そういうのをテーマとして追っています。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと